今日は、How to 180を教えたいと思います。まずは板をこのように立って折りを余裕でできないと、まずは折りを高さ出すのを練習してください。余裕で1枚折りできるなら次の、教えることを練習してください。スタンスはこれぐらいです。前足の足指をちょっと出して、後ろの足がテールの真ん中の辺ぐらいで、俺は結構後ろ向いてるけど、そんなに後ろ向かなくていい。ここで見える通りに、ステップが3つある。弾くのちょっと前に肩を先に回していきます。そこから弾いた時に前の足が板を引き回していきます。そこからちょっと同時にやってるけど、そこから後ろの足が前の足の後に板を押していきます。だいたいこの3つのステップといっぱいの練習でできるようになるはず。でも本当にこのビデオを見るだけでは足りないから、自分で滑りに行って練習するしかない。もしこのビデオから何かの利益があれば、下にコメントと登録をお願いします。